ジェットスタージャパンは2013年の3月31日に国内8路線目として大分成田線を開設しました。現在は1日最大2往復していて、この10年間で150万人以上が利用したということです。大分空港では今日、搭乗客に対し就航10周年を記念したグッズが配られました。また片岡勝社長などが広瀬知事のもとを訪れ、大分と首都圏の関係人口の拡大のため力になっていきたいと話しました。そして10周年を記念して打ち出したのが、もう少し頑張ってですね、アピールしていかないといけないなというところでもありますので、そういった意味でも今回1000円という設定をさせていただいた次第です。大分成田間が片道1000円となるセールの実施です。座席数は限定されますが、5月10日から10月26日までの水曜と木曜の便が対象で、夏休み時期のおよそ2ヶ月間は対象外となります。今日から来週月曜日の午後5時まで販売されています。